こんにちは、セイラです。皆さんは数字は好きですか？数字を見るだけで寒気がすると苦手意識を持っている方も多いかもしれませんね。しかし世の中の仕組みの多くは数字に支配されており、意外な秘密が隠されていて興味深いものです。そんな数字の持つ力に取りつかれていた天才がニコラテスラです。今回はニコラテスラが取りつかれていた3、6、9という数字の謎に迫ってみましょう。ニコラテスラが意識していた3、6、9。皆さんはニコラテスラという名前を聞いたことがありますか？ニコラテスラはエジソンよりも前に電気を発明したと言われている人物です。ニコラテスラは天才的なエピソードとともにオカルト的な言動も話題となることが多い人物です。その中には宇宙人と交信したなどといった信じがたいものもあります。そういったニコラテスラの気になる言動の中に3、6、9という数字の素晴らしさを知れば宇宙への鍵を手に入れることができるというものがあります。そしてニコラテスラは常にこの3、6、9という数字を意識して行動していたのだそうです。ではなぜニコラテスラはそんなに3、6、9にこだわっていたのでしょうか？自然界に隠された数字の法則。数字には世の中の仕組みを解明するヒントが隠されており、知れば知るほどその神秘性に驚かされます。例えばフィボナッチ数列、数学好きならよく知っていますよね。フィボナッチ数列とは1、1、2、3、5、8と続く数列のことです。この数列の規則がわかりますか？これは右隣の数字を足すと足した数字の次の数字になるという規則を持ちます。このフィボナッチ数列は自然界の中にある渦巻き模様などによく見られるそう。例えば松ぼっくりやひまわりの花、オウム貝などにもこの法則が見られるようです。また宇宙に目を向けると私たちのいる銀河系の形もフィボナッチ数列に関連していると言われています。自然界の中にある数字が一定の規則に基づいているなんてなんだか不思議ですよね。人間はこのような自然の法則の中から数字を発見したのです。3、6、9に隠された謎。ではニコラテスラはたくさんある数字の中からなぜ3、6、9に注目したのでしょうか？それは3、6、9の不思議な性質によります。先ほどの自然界の中にある数字の法則性の話に戻りましょう。実は人間など生き物の細胞分裂も数字の法則によって成り立っています。細胞は1、2、4、8、16と2の倍数で分裂しているのです。きっちりこの規則にのっとっているなんてやっぱり神秘性を感じますよね。これを神のブループリントと呼ぶこともあるそうです。この数字の並びの中で16以上の数字を16は 1+6 イコール7、32は 3+2 イコール5、64は 6+4 イコール10、1+0 イコール1というように計算していくと1、2、4、8、7、5を繰り返すパターンとなります。これを見て何か気づいた方はいませんか？このパターンには3、6、9が入っていないのです。では次に3から順に2倍にしてみましょう。3、6、12、24となります。これも先ほどと同じように計算し数字を1桁にしてみると、12は 1+2 イコール3、24は 2+4 イコール6、48は 4+8 イコール12、1+2イコール3となり、3と6を繰り返すパターンとなります。
これにどのような意味があるのかは分かりませんが、不思議ですよね。そしてこの中にも9は出てきません。では9を順に2倍にし、先ほどのように2桁の数字を1桁にするとどうなるでしょう。9、18、36、72となり、18は9、36は9、72は9と、なんとすべて9になるのです。この9は語りのシンボルと呼ばれることがあるそう。ちなみにスピリチュアルの世界などでは、6次元はエネルギーが作られる場所、9次元は銀河の中心次元で星々が生まれる場所などと言われることもあります。また全ての数字は9を足してから1桁に戻すと元の数字に戻ります。例えば 1+9=10、 1+0=1、 2+9=11、1+1=2、 というように、このことから9は全てであり無でもあると考える方もいるようです。全てを包括するとも考えられるかもしれません。ニコラ・テスラはこの3、6、9の数字の不思議な法則に気がつき、この秘密を解き明かすことが宇宙の謎を解き明かすことにつながると直感的に感じたのかもしれませんね。そしてこの数字の法則をもとにニコラ・テスラが思いついたものがフリーエネルギーだったそう。天才の考えることはよくわかりませんが、桁外れにすごいということだけはわかりますよね。3、6、9に関係するもの。この3、6、9に何らかの力を感じていたのはニコラ・テスラだけではないようです。もっと昔から3、6、9の数字にまつわるものは存在しています。例えば、日本の弥勒菩薩は弥勒が3、6、9を表すとされています。キリスト教では父、子、聖霊の三位一体が大きな意味を持ちます。仏教の世界観では地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六道を輪廻転生するとされています。またなんだかわからない直感のことを第六感と言ったりもしますね。9という数字は昔から占いと密接に関係しています。性格診断として有名なエニアグラムでは、性格のタイプを9つのタイプに分けます。その中でタイプ9に当たる人は平和や調和を求める人、宇宙とのつながりを求める人とされており、1から8までの全てのタイプを包括するとも言われています。なんだか特別な印象を受けますね。この他にも3、6、9にまつわるものはたくさん存在しています。3、6、9にどのような謎が隠されているのか、まだはっきりと解明されたわけではありませんが、何かすごい秘密が隠されていそうですよね。3、6、9の謎が解けるとき、宇宙のさまざまな謎が解明され、科学もさらに飛躍的な進歩を遂げるのかもしれませんね。また本日もコメント欄で一つ皆さんへ質問を投げかけております。本日の質問は、皆さんの好きな数字は何ですか？です。もしよかったらその数字が好きな理由も教えてくださいね。それとプラスして、今日は法則や概念に関する動画を3本ご用意させていただきました。気になる方は説明にリンクがあるのでチェックしてみてください。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。